どうもかチャンネルです。前回の動画で4月2日にロシア陸上のよもぎちゃんが卵3個産みましたという報告をしたばかりですが、なんと本日4月23日の午前中またまた産卵したので、その一部始終をご覧ください。産卵した場所は前回と同じ湿り気が多くて暖かいこちらのエリアでした。時間は11時30分頃、いつも通り後ろ足で土を掘り掘りしているところを発見しました。実はこの日の前日からケージ内で暴れまくって産卵場所を探していたようだったので、この前同様餌場として使っている溶岩石プレートをどかしておいたところ、このありさま。湿気があって掘りやすい場所がリクガメにとっては産卵のベスポジなんでしょうね。Thank you.